ローランジャラベール、ローランジャラベール、ローランジョラベア、1968年11月30日体は、フランスタルヌ県マザーメ出身の元自転車競技選手。フランツールの総合優勝は1995年の、ブエルター、エスパーニャだけが、異業とも言うべき記録を保持する名選手であり、他の選手やファンからは、ジャジャ、ジャジャ、パンダの愛称で親しまれた。 レースキャリアとしては、1989年に、東芝チームに入り、3年目のシーズンには、同チームのエースとして君臨した。しかし、出身地の樽ヌ県は、ラグビーの盛んな土地柄であり、地元では、この当時の活躍はほとんど注目を集めていなかったという。1992年に、スペインの音声へと移籍し、長らくそこで、エースとして、活躍を続けた。 2001年からは CSC ティスコーリー、現チームサクソバンクへ移籍し2年連続三学賞に輝き、2002年に引退。上述した1995年のブエルタでは区間5賞を挙げ、第3ステージから総合トップに立ってそのまま総合優勝を果たした、ばかりか、ポイント賞、三学賞も合わせて制するという三冠王に輝いた。 ちなみにグランツールにおける同一年度三冠王は、エディ・メルクスが1968年のジロデイタリアと1969年のツールド・フランス、トニー・ロミンゲルが1993年のブエルタで達成してり、史上3人目の快挙であった。さらに、史上3人しかいない前、グランツールポイント賞受賞も達成しており、グランツールにおけるポイント賞、 三学賞の受賞回数は通算10回にも及ぶ。なお、彼が制覇した1995年のブエルタ以降、2012年現在までフランス人選手でグランツールを制した選手は出ていない。地元ツールドフランスでは1985年のベルナー・ルイノが最後である。弟のニコラ・ジャラベールも自転車ロード選手である。 AS で活躍した兄とは異なりアシスト中心ではあるが、音声、CSC 時代は兄と同じチームに所属し、その後フォナックを経て、現在はアグリチェベルチームで活躍している。当初ジャラベールはスプリンター型の選手であったが、1992年に音声に移籍してからは、産学もこなせるようになり、フランス出身の選手としてはベルナールイノー以来と言ってもいい。 オールラウンダー型の選手として多くのステージ、クラシックレースを制した。1994年のツールドフランス第1、ステージでの落ち車事故で一時は、選手生命も危ぶまれたこともあったが、1995年のツールドフランスでは、マイオベールを獲得しながら、第12ステージの山岳ステージ、折しも7月14日、フランス革命記念日だったを優勝し、総合4位に、 同年のブエルター・エスパーニャで、三学賞、ポイント賞を総なめにして、総合優勝。1997年の世界選手権個人、タイムトライアルを制するなど、タイムトライアルも得意としていた。しかし、本人団によれば、ジャラベールは、高山病に悩まされ続け、グランツールの総合優勝を争いという点に及ぶと、体が、そこまで持たない状況に常に追い込まれていたという。 また、ツールにおいて7月14日、フランス革命記念日ステージでは1995年、2001年と2度ステージ、優勝している。2002年に引退後は、ルックのコンサルタント並びに、フレームのビルダー、さらにテレビ解説者等の活動を行っている。一方で2005年には、ニューヨークシティマラソンに出場し、2時間55分39秒の、走破タイムで完走している。 最近ではトライアスロンにも取り組んでいるという。オ音声 CSC でチームメイトだったカルロス・サストレを高く評価しており、2007年ツールド、フランスでは優勝候補に挙げていた。世界ランキング1位の常連になる頃には他の選手の信望も一心に集め、選手会長や選手のスポークスマン的な役割も果たした。1998年のツールドフランスの ドーピング騒動時には、ストライキサボタージュを先導、最終的にはチームごとボイコットしながら一歩も引かずに、アピールするなどの指導力も見せつけていた。ところが、2013年のツールドフランス直前の6月24日、上記のドーピング騒動があった1998年のツールドフランスで採取され2004年に行われた血液サンプル調査。 法的な問題で未公表あったにおいて、ジャラベールがエリスロポエチン、エポを使っていたという証拠が見つかったとフランスのレキップが報道。これを受け出演していたテレビ番組の解説者を降板。2013年7月24日、フランス上院のドーピング調査委員会は、1998年のツールドフランスで採取した血液サンプルの調査結果を公表。 総合優勝のマルコ・パンターニア・ポイント賞のエリック・ザベルラと共にエポを使用していたことが明らかになった。たた数楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。